どうもお疲れ様でございます。あの、生活保護から1億円というね、テーマで、私が発信したところ、まあ、小野沢さんもね、それに乗ってくださったりとか、まあ、最近では吉谷さんもね、同じように生活保護でも1億円みたいな感じで、サムネイル作って動画とか投稿してるみたいですね。で、やっぱりね、多くの方が感じてると思うんですよ。本当に大丈夫なのか、本当にできるのか。これには2つの意味があって、 生活保護のやつが稼げるわけないだろうっていう思いと、待てよと。生活保護のやつが1億円稼げるんだったら自分にもできるかもしれないなっていうね。二つの思いがあると思うんですよ。で、実際にそれをやり出した人、宣言した人をみんな注目してるんですよね。生活保護になってる人が、生活保護を受けてる人がね、1億円稼ごうなんて思っても言わないわけですよ。少なくとも行動しないんですよね。だからこそ、今、生活保護から、 お金を稼ごうととしてていいるる人に注目が集ままってるんだと思います。ですのでこれはね大いなる応援にもなると思うんですよ生活保護で1億円稼ごうと思ってますって人には注目が集まってじゃあうちに来てちょっとね喋ってもらえませんかとかどういったことで稼ごうと思ってるんですかって注目が集まってますアクセスが取れてるんですよだからすごく肝心なんですよいつまでも稼げてないとあやっぱりダメなんだと思わせてしまうそれは一部には 生活保護のやつが稼げるわけないじゃんって人ホラーなっていうふうにのさばらせることにもなるんですよねでもっと恐ろしいのはね同じような境遇にある人があ生活保護がどう頑張ってもダメなんだっていうふうに落ち込ましてしまうんですよで結局いやいいや俺は生活保護でみたいな感じで卑屈になってしまうみたいなねだからね宣言をしてて進むってここととは結構勇気のいることですだからどうしても成功してほしいと私も思ってますし小野さんも 同じでしょう広瀬さんも同じです吉田さんもです誰一人うまくいかないでほしいなんて思ってる人はいないと思いますでも残念ながらうまくいかなくていつまでも稼げないとやっぱダメなんだよこいつらはみたいなすごく悔しいく括りを、ね、投げられてしまうんですよで結局ダメなんだよこいつらはっていうその中には生活保護のやつが稼げるわけないっていうのに加えてネットビジネスなんて 結局稼げないんだよっていうふうな、まあ、業界に対する不信もね来てしまうわけなんですよだからやっぱり戦っていかないといけないかなと思います結果的に1億円じゃなくてもそれがね例ええ1000万でもいやいや300万で終わってもそれはすごいことだと思いますいやいや生活保護から1億円目指したんだけども結局稼いだのがね30万でしたそれだってすごいじゃないですかねいやそういうふうにやれば何かが残ると思うんですよ少なくとも 力ある人の縁ができたこれは一人でやっているようであって一人じゃないっていうことなんですよねだからこそ思うんですよ1月が終わった時に1月はどうだったのかなと12月が終わった時に12月はどうだったんだろうかと億万長者になるぞと宣言してお金持ちになったらあれをしたいこれをしたい、ね、もしかしたらお母さんに恩返ししたいいろいろあったかもしれないでもそのまま終わってもいいんでしょうかとこのままだとこのままですよっていうことなんですよ だからこそね、振り返って悔しい結果かもしれない。思い通りにいかなかったかもしれない。でもそれに目をつぶっちゃダメなんですよ。目を背けちゃダメ。うん、宣言して行動してみたけども、結局何もならなかった。これぐらいにしかならなかった。だけどもそこから目を背けずに、目をつぶらずに、しっかりとそれを見てね、見たくない現実を見て、じゃあどうすればいいんだろうかと。もしかしたら今まで自分が経験したことないような 苦しみの坂を登らなくてはいけないですし、息切れをしてもね、心臓が破れても走らないといけないかもしれない。自分が苦手と思ったことにも飛び込まないといけないし、もしかしたらね、自分の肉体や、それから病っていうのを無視してね、結果に向かって突破していかないといけない。それはさながらですね、受験勉強に向かっていく受験生みたいなもんですよ。うん、睡眠時間を削り、友人との縁を拒み、恋人とも別れて、 好きなことを一切やめてねで合格するまでは俺は勉強だけをするんだって決めて他のことを一切ねかなぐり捨てて目標に向かっていくそれでも合格するかどうか分かんないでも期日は迫ってくるわけですよねまあ1819だとね受験に失敗してもまた来年があったり再来年があったりもっと言ったら受験に失敗しても受験を諦めても別の人生を選ぶことができますけどもさすがに 人生の半ばを過ぎてしまうとそうそう何度もチャンスが与えられるもんではないですしやり直すことももしかしたら手遅れになってしまうかもしれないと思った時にね、うん、やっぱり見たくもない現実かもしれないけども実際これじゃダメなんだなとじゃあ次は何をやればいいんだろうかとか何をやめるべきだったんだろうかってことをねやっぱり見据えていく、まあ、それが振り返っての検証であり次に向かうための 灯火になるんではないか,ろうかと思います。私も日々同じようにやっています。どこまで行ってもこれは終わらないですね。で同時にですね。私の場合は今人を稼がせることがミッションですから、稼げない人が1月も出てしまった。というところは私も大いにね。あの反省しなくちゃいけないし、自分の発信を信用してやってもらえなかったっていうところ。では、もっともっとね。信頼される行動をしないといけないかなっていう風うに思うんですよね。 私自身が稼ぐことは何でもないんですけども稼げない人を稼げるようにするってことはやっぱりね自分自身が稼げるよりものすごく難しいことなんですよそれは実際に私が代わりにやってあげることができないからなんですよね、まあ、そういったこともねいろいろ考えながら2月を迎えましたということでございました皆さんはどのようにお過ごしになったでしょうかそれでは鬼は外福岡内いってらっしゃい